お騒がせしました。本日はね、まずガーシーのライブに来ていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ああ、そこ、空振っちゃったね。ごめんなさいね。いや、結構来てましたね、人。2500人ぐらい来ましたね。いや、それもあるんですけど、周りにその、現場にいた人たちが結構、フォロワーたちも来てたからね。ファンとかが結構いましたね。1000人ぐらい来ても、車が集まった。そうっす。マスコミ含めてですか？そうだね。でもマスコミなんてほとんどいないよ。インタビュー取りに来てるだけ。あ、そうなんですね。うん。ヤジウマっていうのは、なんですかね、アンチも含めてですよね。いや、アンチはほとんどいないと思うよ。たまたま居合わせて、あ、面白いことやってるって、あれしたと思う。いや、でも問題があってですね、これ、釈放される実刑食らいますかね。俺は食らうと思う。え？残念ながら俺は食らうと思う。ただ、その、食らっても1年半いかないと思う。1年ぐらいだと思う。まあ、20日で出れるってことはまずない。ないね。まあ、あとはウンリュウさんたちが裁判やってるだろうけど、どうかな。3月の8日に帰国してなんか陳謝すればよかったのにっていう意見もありまして。そうだね。まあ僕も、もう帰ってくるってほらずっと言ってたから、はい。あの段階で帰ってきてたらもう執行猶予で済んだんだけど、もう今じゃもうちょっと厳しいかもしれない。というのは日本の警察って俺らがいくら何を言おうが、もうこいつを逮捕するって言ったらもう何が何でも逮捕するから。そうですよね。うん。もう共産党以下だから。そうですよね。なんかその、ごぼうの党の代表の人が、ガーシーさんに、あ、すごい言ったんですよ。3月8日に陳謝してって、すごい言ったのに、なんかその、アドバイスしてる人間がクソすぎるわ、みたいなことを言ってたんですよね。なんかインスタとかで、立花さんとの会話のラインで。だから。まあ、あの頃はどうだ、まあ、あとじゃないの？あとじゃないんだ。まあ、ほら、結局、奥野は立花と半分になってるからね。はい。だからその、まあでも、ちょっと、そこ、ガーシーさんが逮捕された後に結構気になってることがあってですね。うん。綾野剛いるじゃないですか。うん。これ、綾野剛もしかして、裁判とかになったら出てくるんですかね？出てこない。来ないんですか？うん。ちょっと、またさん、やらないだろう。だって綾野剛まだ告訴状出してる？いや、出してるっぽいです。被害届は出してるみたいな。でも弁護士がちょろっと言って終わりだと思う。そう。またさんのね、やっぱりほら、前に言った原稿読んだけど、インタビュー読んで、俺も新潮の望月に聞いたけど、はい、あれ、週刊新潮の望月ってやつが書いてるから、はい、聞いたけど、その、またさん的にはやっぱりガーシーはには喧嘩を売られたから買ったけど、ガーシーのことは嫌いでないっていうような感じがあるってやっぱり言ってたから、はいはい、うん、まあとにかくね、ガーシーのがどのくらいの罪状になるかとかっていうのは俺の方でちょっと弁護士さんに相談して聞いてみますから。ありがとうございます、うん、これから考察動画バンバン上がると思うけど、俺は俺のほら、はい、弁護士さんの方でいろいろ聞いてみる、はい、うん、まああの時点ではあれだけどね。あとその例えばその実刑食らって例えば1年とか1年半とかになるじゃないですか。うん、その後出るじゃないですか。うん、問題は、まあ、多分ないと思うんですけど、うん、
例えば六本木だったり歌舞伎町だったり西麻布だったり、そこにガーシーさんが行くとしたら結構やられるんじゃないかみたいな。どうだろうな。でもやっぱりそこは本人に聞いてみないと分かんないから。ただ俺らの方ではサポートできるところは最後までサポートしていくんで、はい、そこら辺はまあサポートはするけど最終的には本人が決めることだから、はい、そうそうそう。まあだからまあね、立花の悪口言い始めたらキリがないけど、ここら辺は言ってもしょうがないからさ。そう、悩ましいですね結構。まあ大人、ガーシーも大人なんだから最後は本人が決めるから大丈夫だよ。そうですね、うん、そんなにね心配することじゃないし、だったら一回罪をちゃんと、罪っていうかさ、ちゃんと清算できれば、まあ暴露じゃないけどその明るい暴露、芸能人の明るい暴露とか小ネタ集とか笑えるギャグ小ネタとかさ、はい、そういうことでやっていけるはずだから、はい、もっとマイルドな感じでね。そうですよね、うん。ただその、まあ、でも芸能、ガーシーさんがもともといた芸能界の人たちも、例えばその俳優だと三浦翔平くんだ、翔平くんだったりとかは、うん、まあなんか未だに連絡取ってるよみたいなことを言ってたんで、多分大丈夫。まあね、まあ多分、まあガーシーもちょっと俺も会ったら言うけど、はい、多分これから会うことになるから言うと思うけど、やっぱり芸能人と付き合うといいように利用されちゃうから、はい、いいように利用されてポイ捨てされる未来が見えるから、ほどほどにしといた方がいいよってちゃんと 俺は言うからね。そうですよね。例えば奪われの拓也さんとかは、うん、まあ大丈夫だと思うんですよ。もう本当に仲いいと思うし、まあ人にもよるよ、人にもよる。そうですよね、うん、やっぱり特に女性芸能人はやめた方がいいなって思いますよ、ガチで。あ、クズクズ。クズだらけ。特にグラビア連中とか。うん。まあね。あ、そっか。グラビアは今日はちょっと内容が濃すぎたから今度やりましょう。うん。うん、グラビアの闇については今度やります。そうですね。あと、やっぱりそうやって山本さんが言ってくれることも大切だと思うんですね。うん、俺が上げられるところは上げていくから。そうですね。うん、なんかね、佐野日奈子がね、噂で聞いたけど、なんか、サーバー、ステアカ使って俺の暴露ずっと見てるとかいう話だよね。俺のこと探してるとかさ。そういうこと聞いたから。うん、聞いた聞いた。あ、でも佐野日奈子でもホリプロやめてないっぽいですよ。まだね。まあ、やめてないっつっても、実質的に片手なきポジションだからね。もう窓際に行ってるからさ。そんな子が見てる。笑えるよね。やっぱり、あの人の名前出したからですかね。ん？いや。やっぱ、ワン会長のね、名前出してるからでしょ。あれって、あ、いい、まあそれはまた今度の話にしましょう。まあ今日はね、接待事芸能界の接待事情はジャニーズでやりたかったんで、はい、うん、とりあえずジャニーズを軽くやって、短めにさーっと今日のスペースは終わりにしましょう。疲れたから、今日は疲れたから。2500人も来ていただいてるんですからね、すいません、期待にお答えできなかったんで。まずそう、カウアン君だけど、はい、ガーシーが応援してたからとか言うけど、その、はい、やっぱりね、ジャニーズの悪しき伝統にどっぷり使ってるよね。悪しき伝統ってのは何ですか？要は、ジュニア時代からのファンに貢がせること。
いわゆるなんだろう、ホストのような感じですよね。まあ、ホストではないんだけど、その、はい、先輩方から、エージェント、そういうほら、マンション買ってもらっただの、車買ってもらったっていうファンの子にね、あのそういうのを見てるから、やっぱり自分もやっぱりそういう見つがせすぎちゃったのかなって思うよね。特にね、あの、まあ、ジャニーズの、まあ、まあ個人名言いますけど、まあツイートでも上げてたけど、その桜井くんとかさ、嵐の連中がそうだし、女の子に貢がせて、あのやっぱり風俗で働か、あの風俗で、まあね、働かしたとかさ、そういうのも話も聞いてるから。カトゥーンもそうだから。亀梨君も やってたんです。亀ちゃんは聞いてないな。赤西は聞いてたけど、コウキ君やってないですよね。コウキやらしてるに決まってんじゃん。何言ってんだよ。バッチリ見つらしてるわ。カトゥーンやってないの誰ですか。亀梨君で。いや、中丸もやってたし、田口もやってたし、亀梨君ぐらいじゃないかな、聞いたことないの。上田君と。上田君もやってる。上田君は聞いてないね。うん、ただ田中豪樹はや、あの、見つがしてたよ。あ、まあ。うん。やっぱり先輩の嵐とか見てたらね、やっぱりそうなっちゃうよね。え、片野先輩って嵐なんですか。まあ、だから嵐もそうだし、その、タッキーの取り巻きたちのジュニアたちもみんな見つがしてたから、あの、タッキー世代のジュニアでいたでしょ。はい。うん、カツオ君とかあの辺の世代が、はい、あれらがみんな貢がしてたから、はい、やっぱりそういう、やっぱり先輩たちが女に、貢がせてるのを見てれば、はい、若いジュニアのタレントたちは、ああ、じゃあ俺も貢がせればいいんだよって思っちゃうでしょ。あ、そうですよね、うん、上が女遊び激しかったら、下も女遊び激しくなりますもんね。女遊びっていうか、女に貢がせるってことね、ファンの子に貢がせるってこと。うん、やっぱり。で、あいつらが汚いのは、はい、ファン同士を競わせて、いくら貢がせたかっていうので競争させるんだよね、ホストと一緒で。あ、そうか。うん。はいはい。お前らやってることホストじゃんって感じだから。そうですよね。そう。そこがダメなんですよね。うん。あ、ちなみにヤマピーやってたんですか、そういうと。ヤマピーは聞いたこと、ヤマピーはやってた、ヤマピーはやってた。赤西がやってたから、やってるに決まってるよ。決まってるじゃない。田中幸喜がやってるんだから、みんなやってるに決まってるんじゃない。見つかれてますよ、がっつり。やってない人も、それともそれ、やってない人もいるんですよね、売れてる人で。売れてる人では、そうだね。俺が知ってる限りで絶対やってないっていうのは、城島リーダーだけだからね。貢がせてないって、堂々と言えるのはリーダーだけ。リーダーは、うん、貢がせてない。クリーンってことですよ。そう。そのくらいジャニーズの追っかけ、オリキさんっていうのはもう熱狂的だから、はい。もうとにかく、貢がせてるから、やっぱりそういうの、そういう環境で育ってるから、カウア君も、こういうほら、DV したとか、なるわけ、うん、で、まあ、まあ俺からはそれは殴られる方も殴られる方だし、貢いだ方が悪いんだろうってなるんだけど、お互い様だろうになっちゃうんだけど、うん、うん、ただカウアン君はちょっとね、やっぱり3000万円っていう、俺の聞いてるところ3000万円っていう借金があったっていうので、どうしても、あ、じゃあ何、お金のために告発したの。まあそれが悪いわけじゃないんだけど、そういう目で見られてもおかしくないよねって思っちゃうわけ。あ、そうですよね。うん。まあやられたのは事実だと思うし、うん、ただ何、お金ありきで告発したのになっちゃうじゃない、やっぱり。
病気になりますっつって誕生会やってみたりとかそういうことしてみたらさ、不審に思いますよね、うん、やっぱりそうだし、うん、やっぱりあの誕生会はダメだよ。まあそうですね、脇が甘すぎるわ、うん、まあ今日はちょっとジャニーズのファンが多いだろうから、あのちょっとジャニーズの悪口言ってるけど、やっぱりジャニーズっていうのはそういうやっぱりあの談笑のところだから、やっぱりそういうことが売りだから、うん、うん、ここがジャニーズの本当の闇だからね。そうですよね、うん、ファンに貢がせてっていうのもあるし、まあ大元は給料が安いからやっぱり貢がせないと食っていけないっていうのもあると思うんだけどね、給料が安いからね。芸能界の人たちって基本自分で金払わないんですよ。払わないよ。やっぱ谷町に払わせるんですよね。まあ人にもよるかな。ああ。俺は休み売りませんっていう人は絶対にあの払わせない。自分で払う。うん、誰だろうな。そういう人も多いよ。あ、そうなんですか。うん。まあね、芸能界と谷町の関係もねあるしね、まあ谷町って言えば俺も谷町いっぱいいるからさ、谷町の悪口は言えないんだけど、うん、そういうことですね。うん、うん、まあここら辺はジャニーズの闇だな。なんかまた人数増えてきたな今日。ありがとうございますね。でもジャニーズは僕結構世代多いですからね。うん、世代多いです。嵐にしてもカトゥーンにしても多いです。多いです、ね、うん。どの世代から貢がせるようになったのかなと。松岡君の時は、松岡は谷町にあんまり払わせないんだよ。そのプライドが高いから、谷町に用意できるようなタイプじゃないんだよね。ああ、うん、なんかしますね見てて。うん、でも山口くんとかはごっつあんごっつあんだったし、はい、うん、松岡永瀬はちょっと変わってるから、ごっつあんだすしないし、東くんもごっつあんですはあんまりしないし、東山くんも。だからやっぱり東山くんの教えを受けてる人ってのはあんまりごっつあんごっつあんしないよね。そうなんですね。うん。でもなんかでも、言ってる人たちって結構そういうイメージありますよね、テレビで見てても。うん。まあ、ごっつあんごっつあんするのはほら、あの長男、トシアンがそうだから。トシアンが。え？トシアンがそうだから。あ、ジャニーズの長男は田原俊彦だからね。マッチもごっつあんごっつあんかな。うん、岡田くんとかどうなんですか。岡田くんはあんまり聞かないかな。あれでも V6 って岡田くんが一番人気。 あんまり遊ばないから岡田くんっていうのは。あ、そうなんですか。うん、やっぱり V6 で一番遊ぶのは森田剛だから。ああ森田剛ね。そうそうそう、あのジャパンライフの山口の女で撮ってさ、山口がジャニーズに殴り込みかけたんだから、大笑いで大笑い。そう、ジャパンライフの山口って、Google で検索してもらえばわかるけど、はい、桜を見る会で、安倍首相の桜を見る会で有名になった、マルチの親玉ね。なんかジャパンライフ事件って出てきました。そうそう、だからマルチの親玉だから、こいつが。ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと待って。いやいや、なんか年齢81歳って出てきました。そうそうそう。だからジャパンライフの山口が昔六本木でネオスってお店をやってたの。はい。高級クラブでね。で、そのネオスで自分の愛人を働かせてたんだけど、その愛人が森田剛と浮気して、
山口がぶち切れてジャニーズに殴り込みかけたのよ。結構こわもてな顔してますね。そうで、この山口の取り巻きがあのマッケンのお父さんの千葉真一ね。そうなん、そう谷町ね。うん、だから古い話だったらいくらでも知ってるよ。すごいですね。そうそうそう、これこそが谷町です。はい。でも V6 ってでも女遊び激しいイメージあんまないんですよね、僕から見てると。うん、なんか真面目というか、他のグループと比べてですよ。うん、なんだ今、なんかちょっと待って、ごめん、折原のなんかツイート見てたけど、なんかあった？え？あ、その、V6 っていうのは、なんかその、あんまり女遊び激しいイメージがないっていうこと言ったんですか？いや、森田剛だけはやっぱりちょっと別格かな。やっぱり六本木のキャバ王と言われるぐらい、遊んでたかな。いや、それ以外、まあ、森田君以外のメンバーで。あんまり遊んでるイメージはないね。そうです。うん。なんか、僕って結構年上のメンバー多そうな感じするじゃないですか。坂本君とか長野君とか。あの辺はあんまり見たことないかな。まあ。うん。だから森田剛が行動が謎なんだよね。いつもね、アパフリンで、あの有名になった袴田義秀って役者がいるの。あ、知ってます。そいつと二人でなんか知んないけどね、キャバクラ合流してんだよね。合流っていうか、安キャバを合流してんだよね。あ、そうなんです。そうなんです。それ今、なおですか？昔ですか？昔。宮沢りえと結婚する前。上戸彩と付き合ってた頃ですか？そうだね。その頃はもうキャバ全開だね。そうそうそう。あ、なんかコメント欄来てるな。なんか質問ある方はコメント欄入れてくださいね。宝塚の関係が言われてますけど、どうなんですか？ちょっと待とっか、そこに。宝塚もパワハラ出るんで、これから。予言しておきます。宝塚といえば、あれですよね。うん。俺、宝塚の状況って天海祐希さんぐらいしか知らないんですよね。宝塚パワハラひどいからね。天海祐希さんの代とか結構ひどそうですもんね。ひどい。まあ、宝塚もレズがあるんだ。そんな感じ。あるんだ。それはなんかありそうですもんね。うん、ただこの宝塚の事件も、そのジャニーズの火消しのために利用する可能性はある。ああ。うん。そう、ジャニーズは自分の火消しをするためだったら、よそを潰しててもいいって思ってるから。まあね、でもことごとく火消しに失敗してるから、これからどうなるか。ジャニーズって言えば、結構、ジャニーズが成功してる人って結構いるかな。うん、そうだね。いや、でも、タカとかやめて正解だと思いますよ。まあ、タカ君は、よそからのやきもちが相当にあったから。いじめだ、いじめ。まあ、そうでしょうね。うん、やっぱ、成功してよかったと思いますけど。そうそうそう。やっぱ、そういうのってあるんですね。あります。だったらさ、そうそうそう。だから、そのジャニーさんの性被害をばっかりを、ね、マスコミがクローズアップするんだったら、そのなんでそのジャニーズ事務所内で合宿所で起こってるいじめ問題とかをマスコミはもっと声上げないのかなと思って、あ、俺いじめ問題やるから今度。なんか俺赤西のいじめ問題やったらさ、 YouTube でちょっと言ったらさ、ファンからそんなに昔の話もみ返さなくてもいいだろうって言うけど、いや、ここが元凶だから、やらなきゃダメだから。そうですよね。その、たかも、うん、その、赤西くんに、なんか、うん、お互い海外でやってるんだから、うん、一緒にやらねえかみたいなこと言ったら、
なんかが、いや、お前と一緒に住んなみたいなこと言ったらしいんですよ、ガーシーさんに対して。当たり前じゃん、そんなの。だからで、山本さんの話聞いてると、あ、これ、事実なんだなって思いました。うん。まあ、俺は実際さ、あの赤西が田口のこといじめてる現場を見てるから。ああ田口にやってるってことは他の人間にもやってるってことだからね。まあ、たかやられてるんでしょ。うん。まあ、田口がどんくさかったっていうのもあるんだけど、それにしたって、やっぱりいじめはダメだから、やっぱりジャニーズ内でいじめはあったから、ここら辺はもうちょっと俺も、情報来たらもっとどんどん叩きますからね。ダメなものはダメだから。やっぱひどかったんですか、ジン君の暴力とか。ひどかったです。え、尋常じゃ同行してるみたいな。うん。すいません、モノさん、モドミンさんか、キンプリ3人の脱退の真相はどうなんですかって、なんでバラバラにならなかったのいけなかったんでしょうって、ここはね、給料です、ズバリ。キンプリに関しては、俺の知ってるとこだと、月給25、6万って言ってたかな。あ、うん。ちょこっと上がったらしいけど、でも25、6万しかもらえてないから、25、6万であれだけ仕事量こなしてたら、やっぱりそれはぶち切れるでしょ。そうですね。100ぐらい欲しいですもんね。100、3桁ぐらい欲しいですもんね。それは普通でしょ。そうですね、うん、2、300もらったら文句は言えんと思いますけど、うん、だからただジュリーさんは給料上げてくれって言われたらじゃあやめてくださいって言ってたんですだから。ああ、うん、もうお金は不動産で儲けるから結構ですよって言って、そういうスタンスだから。ああ、だからやめざるを得なかった。それはあの給料上がらなかったらモチベーション上がんないでしょって。そうですね、うん、でも2、300仮にもらえてたとしたらなかったですよね、多分。ない。うん。ただね、この再結成の可能性は俺はあると思ってるから。っていうのは、あの、ジャニーズに残ってる3人が、絶対売れなくなるから。売れなくなったら、ジュリーさんが、売れないんだったら、キンプリ再結成しなさいって持ちかけるはずだから。まあ、そうですよね。うん。現にね、ちょっと世代は違うけど、男組の岡本が給料安くて、あのリスラ候補になって、クビになるか男組を復活させるか、どっちかにしろって迫られたわけね。はいはい。うん、それで、男組再結成したし、あの光源氏の残ってる2人も、はい、佐藤篤弘君と内海さん、これもあのリスラ候補になってたから、なんか光源氏っぽいやつやれみたいなことをやっぱり言われたわけ。はい。それで再結成してるから、まあはい、ここ2、3年はないと思うけど、5年ぐらいしたらやっぱり情勢変わってくると思うよ。まあそうですよね。うん。だからやっぱりキンプリファンはやっぱりそういうことを信じて待つしかないよ。だから残ったメンバーは誰推しとかっていうそういうくだらない喧嘩はやめて。キンプリが再結成できるまで、待ちましょうっていうこと、温かく見守ってあげてくださいっていうことです。そうですね、はい。で、質問来てます。元さん、そういうことです。あ、座の字さん、はい、岡田君も、東氏も人格者っていう感じって、まあ、岡田君はストイックなだけだけど、うん。東さんはね、人格者かな。でも女好きだけどね。永瀬君も松岡君も岡田君の意見あるよ。まあね、岡田君はストイックだからね。まあ宮崎葵さんと不倫したって言ってても、実際ほら、高岡壮介がボンクラだから、お金稼げないから、やっぱり宮崎葵はやっぱり、稼げない男にはやっぱりね、女性っていうのは興味が落ちるから、じゃあ離婚しましょうってなるから、それはしょうがない。うん、まあ、そうですね、男たるものね、あの生活費をね、嫁にたかってたらね、俺みたくなっちゃうからね。そう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 、俺はたかるけど、
でも宮崎葵ちゃんと家事してるんですよね。いや、してないよ。してないよ。してないの。お母さんがやってる。あ、そうなんですか。お母さんがやってる。やれるわけないじゃん、子役からだって。ずっと女優さん、女優さんやってんだもん。長女離れて育てられてんだもん。家事なんかできるわけないだろって。だから、その、岡田君の意向っていうよりも、やっぱり、宮崎葵ちゃんのお母さんの意向が大きいから、あ、こういううちはね、うん、お母さんがもう高岡壮介いらないって言われたら、やっぱり子供はね、親に従うから。ちょっと待って、それ、ん？例えば、例えばその、桐谷美玲ちゃんと、三浦翔平今結婚してるじゃないですか。うん、三浦翔平稼ぎなくなったら、もう切られるってことですか？切られます。予想しときます。でも今は、夫婦の中良好っていうことは、まあ、旦那の方もある程度そのある程度のベクトルは稼げてるから良好ってことですよ。うん。あとね、青さん、断層を断ったという話を聞きましたが、うん、断ってますよ。断ってる人もいます。まあ、タレント多いからね。ただ、断ったらあのデビューのところか、あのバックダンサーにすらなれないからね。うん。で、売れないメンバーは、の仕事というのは、テレビ局関係者、マスコミ関係者に対しての談笑だから。男の特攻隊もいるからね。こっちの方がめんどくさいんだよ。うん。グラビア関係の接待要員より、男の接待要員の方がめんどくさいんだから。男の、おかま同士の方がやきもち焼くから。この、なんていうのかな、そういうこと。菊池風磨と玉森裕太はなぜずっとドラゴンの仕事が切れずにあるんですかって。なんでかな、これ難しいですね。難しいね。そこまで数字があるわけじゃないけど、玉森君ってどこだっけ、キスマイだっけ。キスマイです。玉森くんね、最初は3枚目で売り出してたんだけど、いつの間にか2枚目にシフトチェンジうまくいったよね。そうですね。うん。まあ若手のイケメン俳優のポジションにスッて入れたんだと思う。キャスティング、ドラマのキャスティングっていうのはパズルと一緒で、ピースがうまく噛み合えば、仕事は切れないっていう形だから。玉森君はあんまり悪が強くないから、そうですね、キャスティングしやすいんだよね。うん、その辺だと思う。大ヒットしなくてもその大ボケもしないから、うん、玉森君は需要が途切れないんだと思います。うん、今日はなんか質問いっぱいくれてどうもありがとうございますね。これはでも、ジャニーズのその奥さんっていうのも大変なイメージありますけどね。まあね、だってよくよく考えてみたら、ライブやって、うん、帰ってきて、うん、でライブやって、うん、で次の日休みだったら、まあ、家事しなきゃいけないっていうのは大変なもんもありますよね。大変。ただね、ジャニーズの、デビューした子はほとんど合宿所に生活してますから、はい、家事しないです。家帰れば、そうご飯できてるから。ああ、じゃあ、お母さんのご飯を食べるって感じですか？そうそうそう、まかないの、料理してくれる人がいるんで、料理と洗濯してくれる人が24時間詰めてるから。ああ、だから、結婚するってなると、その例えば女優のお母さんのご飯を食べるっていう。いや、それきついよ、本当に。女優のお母さんのご飯食べたら疲れるよ、疲れるよ。それだったら作りますよ。だろ？別にやりますし、うん、皿洗い物、風呂洗い、風呂でも。そりゃそうだよ。だからその、
やってらないよな。そうですね。でもこれが俳優と女優ってなると、うん、完全に始終関係生まれるじゃないですか。芸能界は女優の方がポジション上ですから。そうです、ね。はい。だから家でも女優のように振る舞わないといけないみたいな。そうでもないぞ。いや、家では何でも考えてないよみんな。そうなんです。子供だから何にも考えてないから。なんか例えばですよ。やってるんか三浦翔平が家事を。やってますね。やってますね。やってますね。頑張ってますね。中リーサとほら中尾くんのうちもそうじゃない。中リーサなんか子育てほとんどしないでしょ。中尾くんがほぼほぼやってるでしょ。でもそれ中リーサが植えてるからじゃないですか、中尾くんより。いや、それもあるしね。というか女優さんだから。だって川栄のところはもう言ってインタビューでも言ってるらしいですけど、うん、旦那が主婦やってるみたいな感じです。そう川栄がめちゃくちゃ稼ぐから、うん、そうだ。それでいいのよ。それが芸能界だから。だからそういう、やっぱりだから女優さんとその金持ちっていう取り合わせっていうのは離婚率高いでしょ。そうですね、うん、だからフカキョンと、うん、杉本さんも、うん、俺絶対結婚しないと思うんですよ。いやあそこはお手伝いさん雇えるからさ。あ、まあフカキョンはそこまで稼げてないからね。給料制だし。あ、そうなの。今ちょっと杉本さん、はい、近々フカキョンの給料はちょっと暴露するけど、今調べてる最中だから、はい、俺人の給料調べるの得意だから性格悪いから。ホリプロ給料制だからさ、フカキョンの給料はちょっと調べてるから調べてみるよ。ちょっと待っててな、はい、うん、はい。だからまあ杉本さんの財力からすると、うん、まあお手伝いさんを稼いでやるみたいな、うん、感じですよね、結婚するとしたら。でも杉本さん偉いぞ、あのシュランのあのフカキョンと付き合って。あら、まあ、ドメヘラだから大変だと思うよ。杉本さんがいい人なんですよね、基本的に、うん、杉本さんが多分お父さんパパだと思う。ドメヘラだから。そういうことですか。うん、まあ、じゃあそんな感じで今日のスペースは終了しますか。今日はとりあえず40分ぐらいやったんで、スペースは終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。また来週10時からできますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、YouTube チャンネルとYouTube の方チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それでは、失礼します。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、終了します。